コスパを良くしたいなら死ねばいいと思うからじゃないですか。確かに僕結構胃もたれ系が好きなんですよね。あ、そうね。自分が結構淡泊なので、あ、こんなこと書く人あんまりいないんですよ。俺ほど読む気を誘わない。いや、そうですよね。本との出会いは時にその人の生き方に影響し、人生を変えるきっかけになるもの。今回は私、成田悠輔の人生を変えた本をご紹介します。これほどすごい自己啓発本あんまりないんじゃないかな。木曜日は本曜日。そもそも最近本屋さん自体に行かれます？それとも結構電子書籍で本を読む派ですか？両方ですかね。ああ、気分に合わせて。飽きるじゃないですか。ずっと紙に触れてると飽きるし、ずっとピカピカ浸る板を見てると飽きるので。なるほど。飽き性なんですか？なんでややこしくない？単純にでも酒飲むときに、なんかみんなビール飲んだと思ったらレモンサワー飲んで、あ、日本酒飲んだと思ったらハイボール飲んだりするじゃないですか、はいはいはい。まあ、それと同じ感じじゃないですかね。だから自分の中で本屋さんっていうのに、うん、なんかすごいこだわりとか愛着があるっていう感じではないんですよ。むしろ、うん、なんか飽きるから、うん、一つのモードとして、うん、あってほしいっていう感じで。だから自分だから、なんかあんまり便利なモードに全掛けするみたいな感覚がないんですよ、はい。なるほど。あんまり効率とかはどうでもよくて、うん、いろんなパターンを混ぜ合わせたいっていう感じなので、なんかあんまり最短速度でいくみたいなことを考えないタイプなんですよ。へえ。あ、なんか意外です。結構効率主義者なのかなと思ってました。いや、全くですね。そうなんだ。まあ、というのと、はい、効率がいいものとかコスパがいいものが苦手なんでしょうね、多分。それなんでなんですか？まあ、コスパは良くしたいなら死ねばいいと思うからじゃないですかね。確かに。いや、本当そうだ。一つ目、こちらです。この本は、うん、まあ、これ全部ニッチですけど、多分特にニッチで、意味の変容っていう本ですよ。自伝哲学って感じですかね。ああ、なんか自伝小説はあるじゃないですか、はいはい。で、それの素人哲学版みたいな感じなんですよ。あ、それできたんす。素人？森敦さんっていう、はい、普通のカテゴリーで言うと作家。そうですね、作家。文学者なんですよ。文学者。ただすごい変な遍歴のある人で、はい、若い頃に当時の同人誌とかで、うん、ちっちゃく文学デビューして、はい、だけどそこの後文学の世界がちょっと消えて。あ、そうなんだ。で、確かなんかレンズを作ってる工場みたいなので働いてみたり、山の中にあるお寺に修行に入ったりとかしてて、あ、なんか10年ぐらいずつ全然違う業界、全然違う場所で生活してみるっていう職業放浪者みたいなのをやってた人らしいんですよ、はいはいはい。で、おじいちゃんになってから文学の世界に復帰して、うん、芥川賞とか取って、うん、最後職業文学者になったみたいな人なんですよね。で、この本はその人がその遍歴の中で感じた断片みたいなのを、うん、妙に抽象的な感じに書き換えて謎の哲学にしたみたいな本なんですよ。で、だからいろんなところで出会ったよくわからない対話とかエピソードみたいなのが散りばめられてるんですけど、うん、これなんかよくわかんない図とかが入ってて、あ、本当だ。内部外部境界とか、なんかその間の関係とはみたいな、わけのわからないすごい抽象度の高い哲学なのか数学なのか、それともそのどちらでもない哲学もどきなのかみたいなのが混じってるっていう。そういう感じで、その自分の人生を抽象化するみたいな、うん、はあ。で、だからなんか意味があるのかないのかちょっとよく分かんないんですよ。しかも体系だってないんですよ。あ、そう。でもそれが重要だなと思って、うんうんうん。まあ、哲学とかって多分もともとはその人が生きる中で感じた断片から始まってるわけじゃないですか。だから古代の哲学書とか読むと、そんなしっかりした構成とかなくて、どっちかっていうと日記に近いような雑記帳に近いようなところから立ち上がってるわけじゃないですか。でもそれがこう何百年とか何千年をかけてだん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 大それたものになって、でも原点に戻るとこんな感じなのかもなって思う本ですね。これちなみにいつ読まれたんですか？これ多分10代の半ばぐらいの時に、だから当時はまだ本屋はおろか古本屋もあったんですよ、街中に。で、どんな駅にも
なんかよく謎の古本屋みたいなのがあって、で、なんかやたらあの100円とかで文庫売ってたりとか、かと思ったら妙にマニアックな本も混じってるみたいな感じで、カバーしてる範囲としては超巨大書店と同じぐらいで、うん、それが駅前のワンルームみたいなのに凝縮してるみたいな古本屋がたくさんあったじゃないですか。はい、うん、ありました、ありました。で、多分僕ぐらいがそれを同時代で使えた最後の世代で、だそういうその謎の古本屋とか、なんとなくの本屋みたいなのが、まだこう、駅前の本屋さんみたいなのが生きてた時代でありつつ、はいはいはい、同時に10代、中学生ぐらいの時には、アマゾンとか出揃ってきてて、うんうん、で、多分その両方を経験してる世代って結構少ないんだと思うんですよ。確かに。学校とかあんま行ってなかったんで、はい、時間はあったんですよ、はい、だけど金はないじゃないですか、はいはい、そうすると時間コスパが一番いいものっていうと、うん、本とかで、学校行ったりしても、だから図書館行ったりしてて、で昼間の図書館って静かで、あんなに寝心地いいとこないんですよ。結構図書館の廊下とかで寝たりしてましたね。図書館の廊下？で、図書館は多分昼間人が少ないじゃないですか、はい、で空調はすごい管理されてるからすごい快適な空間なんですよね、うん、でしかもあれ多分本が音を吸収してるんだと思うんですよ。だからすごい静寂の空間が都心のど真ん中とかに誕生してるっていう、すごい稀な空間だと思うんですよね、うん、そこに生息してたっていう感じですね。何ていう本ですか。これトリオリズムっていう本で、はい、まあもうちょっと扉とかからこんな感じですからね、これほど読む気を誘わない。そうですよね。でもこれも実はある種の自伝哲学なんですよね、はい、つまり、うん、その自分がしてきたなんかセックスとか謎のパパ活みたいなのとか、うん、いろんな遍歴があるわけなんですよ、うん、パパ活っていうと語弊があるな。グローバルラグジュアリーパパ活みたいな。結果パパ活じゃん。ただ、うん、それを素材として使いながら、うん、描かれているのは自分と他人の関係ってことだと思うんですよね、うん、なるほど。ちょっと面白いなと思うのは、うん、だから自分について書くっていうことはいろいろやられると思うんですよ、うん、で人について書くっていうのもやられると思うんですよ。一人称と三人称ですよね、うんうんうん、でもなんかこの本は、うん、その自分という鏡を通じて他人がどう映るかとか、他人という鏡を通じて自分がどう見えるかとかっていう、その一人称と三人称の間を行ったり来たりする。でそれによって、うん、結局その自分にとって大事な人との関係っていうのは何なのかとか、人との関係をどう作り出すべきなのかみたいな、うん、まあ、一番人間が社会の中で生きていく上で難しい問題に結構真っ向から取り組んでるなって思って、結構その表紙からはもう想像つかない今内容。いやすごいですけど、でさらには、はい、お金の問題だ。結局その人と自分との関係を考える場合に、うん、精神的なこととか心のことばっかり人は語ってお茶を濁しがちだと思うんですよ。なるほど。でもここに書かれてるのはそのお金とか、あるいはなんかそのセックスとか、そういうその結構人間の原始的な欲望とか快感、うんうん、そういうものをむしろなんかそこに本質があるかのような感じで正面からタックルしてるという感じなんですよね。第7章、ラブはお金で買えるのか、そういう結論、メイクラブの快感と財力の快感はとても似ています。こんなこと書く人あんまりいないんだ。確かにあんまりいないですよね。だからそういうちょっとあの普通の感覚を一旦ボンと超えてみることによって、うん、お金とか、うん、なんか愛とか性とか人間関係みたいな、うん、あの誰しもが普通に庶民生活の中で悩んでることを見直すみたいな、うんうん、そういうすごい実用的な見方もできるんじゃないですか、ね、確かにそう言われてみたらすごいなんか人生に役立ちそうな気がしてきますね、うん、いやだからこれほどすごい自己啓発本あんまりないんじゃないかいやだから、まあ、この本も含めて、うん、なんかすごいお金持ちとかすごい美貌の持ち主とか、はいはい、すごい究極経験、極端な経験をした人とか、うん、ちょっとその一旦物事を測る物差しをこうリセットしちゃうって感じじゃないですか、うんうんうん、でそのリセットすることによって普通の人間が囚われているものっていうのが何なのかが分かるっていうことなのかなと。なるほど、まあ、一度
読んで、ほとんどの人は胃もたれするんじゃないかなと思いますけど少し成田さんは胃もたれしなかったですか？僕結構胃もたれ系が好きなんですよね。なんだそうね、自分、まあ、確かにな、自分が結構淡白なので、あどっちかっていうと胃もたれ系の人の方が動物を見てるようで楽しいんですよ。だから違う動物を見てるって感じですかね。あ、なるほど、面白い。だからなんかやたら熱い語る人とか、はいはいはい、あのやたら説教臭い人とか結構好きなんですよね、うん、でもそれって結構対岸の火事じゃないけど見てる分には楽しいですけど、はい、関わったら、まあ、関わりたくはないですねそうっすよね、はい、これグレープフルーツジュースってね、はい、本なんですかね。そのもはや本なのか本でないのか怪しいですね、はい、パフォーマンスアートとしての本みたいな感じじゃないかな。あ、自分の取扱説明書みたいな感じじゃないですか、小野陽子さんの、はい、だ普通にこんな感じで、掃除をしなさい、太陽を見つめなさい、それが四角くなるまでとか、これ指示がひたすら書かれてるんですよ。でだから要は読むための読む行為ではなくて、何か行為をしたり行動を起こしたりするための触媒としての言葉、うんうんうん、触媒としての本っていう感じなんですよね。うん、なるほど。でしかも面白いのは、うん、指示の内容がスケールも抽象度も実現可能性もバラバラなんですよ。ほうほう。さっきの呼吸をしなさいとかっていうのは、うん、まあ、なんかすぐイメージ湧くじゃないですか、うんうん、でもこれに書いてあるのは、想像しなさい、千の太陽がいっぺんに空にあるところを1時間輝かせなさい、それから少しずつ太陽たちを空へ溶け込ませなさい、うん、ツナサンドイッチを一つ食べなさい、うん、でこれ実行するだけでだからもう1時間はかかるんですよそうですね、最低、はい、いやで重要なのは、うん、なんか何かをしなさいとかっていうのって普通なんかこれぐらいの具体性でこれぐらいの難易度でこれぐらいの時間がかかってスケールでみたいなのっていうのが大体決まっちゃってると思うんですよ、うん、だけどそのスケールとかの自由度をこうブワーッといろんな方向に伸び縮みさせたらどうなるかっていう思考実験だと思うんですよ。なるほどね。でそうするとなんかできないこととできることの間は何なのかとか、その自分が本当にやってる行為とか行動と、うん、ただの想像っていうのの間には何があるのかとか、あるいは意識できるものと意識できないものの境界はどこにあるのかとか、うん、そういうことにたどり着かざるを得ないじゃないですか、うんうんうん、なのでその言葉を媒介にして行為が起こる、行動が起こる、でもそれが結果として言葉とか人間の頭の中にあるもっと抽象度の高いそのコンセプトっていうのをこうもう一度作り変えることを要求してくるみたいな。なるほど。で分かりやすく言うと、はい、これがきっかけでジョン・レノンはイマジンっていう曲を作ったみたいですよ。へえ。まあ結局本でもどんな作品のコンテンツでもその人の自我がにじみ出ちゃうものじゃないですか、うん、だからそこににじみ出てる自我が一体何者なのかっていうのを解読するしか、作品を本当に解読する方法はないんじゃないかなっていう気がするんですよ、うんうん、まあ、だからそういうことを自然と考えちゃうってことですかね。なるほど。僕改めてこれもう出されて読みたいっていう人がいるのかなって、うん、今回私が足を運んだのは東京都目黒区祐天寺にある王様書房さん。小さいながら様々なジャンルの本が置いてある面白い本屋さんです。あ、成田さんここ、はい、ここ今回の企画置いてくれてますね。これ写真いいっすね、なんか上白石さんの、しかもこのねフランクルの夜と霧のところからこうスッと、ね、儚く消えていく感じというのが結構みんなキャラが出ますよね。いやそうなんですよ。でもこうやって選べって言われるとついついニッチなものを選んでね、どうだお前ら知らないだろうって言って自己満足したいっていう気分が出てきちゃいますよねやっぱそうなんですね。本屋さん来るときってどういうとこから見ていくとかなんかあるんですか？いや全然ないっすね。だからこれルーティンしたくないから本屋さんとかに来るんじゃないですかね。だって ルーティンで済ますんなら、うん、もっと効率的な方法はあるっちゃあるじゃないですか。ああなるほど。だから本屋さんに来るってことはあんまり固まってない、目的もない、うん、そういうものを欲しい時なんじゃないですかね。この辺雑誌とかはどうですか？いや僕雑誌は好きっすよね。うーん、雑誌はやっぱり紙で
ものとして見る楽しさがあるなっていつも思いますね。へえ。だってこんなにデザインされてるもの本なんてないじゃないですか。でなんか何百ページとかにわたって、うん、この色から、うん、フォントから写真から何から全部やるわけじゃないですか、うん、だからこの総合性オブジェ性はすごいな。なるほど。いやでもやっぱファッション誌とか料理系の雑誌とかの総合力の高さはすごいっすよね。うーん、だからさっきから自然とこう手に取られてるのファッション誌とか多いですもんね。だって色合いから違いますからね。もうね、本って作品性でいうともう個人の作家性が結構高いじゃないですか、うん、そういうものよりは内田さん的には雑誌とかの総合的な。ああ、そうっすね。っていうかやっぱり個人の限界はいろいろあるなって思いますよね、うん、いやだから例えば自分一人ですごい文庫本を一冊作るとかはできるじゃないですか、うん、可能性としては、うんうんうん、だけど自分一人で、うん、なんかこういうのを一冊作れって言われたらさすがに無理じゃないですか。確かに。でもなんか逆に言うと別物ってことかもしれないですね、うん、だからこっち側はどっちかっていうとなんかあの個人事業主とか個人クリエイターみたいな感じで、うんうんうん、こっちはどっちかっていうと会社とか、うん、工場とか、うん、そういう感じかもしれないです、ね、なるほど。まあ、それが同じ空間に共存してるっていうのは本屋さんのちょっと面白いところかもしれないですね、うん、全然違うものを同じ本屋とか本っていうくくりにしちゃうっていう、うん、でもこの本屋さん時々なんかすごい古いすごいニッチな本とかがスッと差し込まれてる不思議な本屋さんですね。確かに本屋さんって色出ますよね。うん、いやでもいやここ面白いなと思うのは、そう外からパッと見ると一見そう見えないじゃないですか。普通の街の本屋さんっぽい見た目をしながらいざ見てみるとスッスッと、うん、忍ばせてある忍ばせてあるっていうの。え、大島さん、どうしたんですか。マジですか。いや時々共演するので、はい、僕あの大島ゆかりさんの YouTube チャンネルが好きで、はい、大島さんが毎晩家に帰って晩酌をするのを YouTube 中継するっていう狂ったチャンネルでとかって言いながらビール飲んでるっていう、ただそれだけのチャンネルです。ちょっと今日フラット本屋さん来てみましたけど、はい、どうでした。久々に、うん、新しい本屋さんをふらっと回った気がします。なんか行くにしても結構同じところ行っちゃうじゃないですか、うんうんうん、そうするとなんか回り方の癖とかできちゃって、うんうん、ルーティン化していきますよね、うんうん、そうじゃないのは大事だなって思いますね。ああ、じゃあ今日はちょっと新しい、まあ、経験をちょっとできたかなっていう感じですか。疲れてますができました。樹海という、お樹海って羅針盤が効かないじゃないですか、はい、効率悪いんですよ、うん、地図がないんで、うん、本屋も似てるなと思って、うん、別に Google マップで散歩するのってオンライン書店で買うのに近いなと思って、うん、でも本屋に行ってそこをさまようのは樹海をさまようのに近いなと、うん、しかも樹海ってだから人が立ち寄らないじゃないですか、うん、本屋も人口密度低くなっていいなってで最後に樹海ってあの人が亡くなるところでもあるじゃないですか、うん、まあ、自分も亡くなるまで本とは関わるんだろうなと思うので、なんかちょっとその暗い死みたいなものがちらついてる感じもするなと、うんうん、でしかもなんかちょっとあの文化の良くも悪しくも墓場っていう感じもするんですよ、うん、なんか静かで、うん、で動かなくて紙の上に印刷されているっていうので、なんか動かなくてなんか埋葬された文化がそこにあるっていう感じもするんですよね、まあ、そんなこんなを考えていくと樹海という感じかなと。木曜日は本曜日。以上成田悠介でした。